ただいまから臨時知事会見を行います。本日の発表事項は1件で、平成30年6月定例県議会追加提出案件についてでございます。なお本日は臨時の会見でございますので、発表事項のみの対応とさせていただきますので、ご了承いただきますようよろしくお願いいたします。それでは知事お願いいたします。はい、平成30年6月定例県議会への追加提出案件につきまして、ご説明を申し上げたいと思います。本日6月定例県議会に予算案1件を追加提出することといたしました。去る6月21日国際自転車競技連合の理事会におきまして、東京オリンピック大会の自転車競技ロードレースにつきまして、本県の道志村山中倉を通過するコースが承認をされたところでございます。競技運営の準備などを速やかに進める必要があるというふうに判断し、6月定例県議会に補正予算を追加提出することといたしました。通過提出の補正予算の規模は1800万円余でございます。詳細につきましては後ほど財政課長から説明を行いたいと思います。私から取り上げ以上でございます。ただいまの件につきましてご質問をお受けいたしたと思いますが、まず大会組織委員会の方から今後関係機関との調整後に、コースにつきましては決定公表を行うため、それまで各自治体ではコメントをできるだけ差し控えてほしいという連絡がございました。また予算の詳細につきましては後ほど財政課長からご説明申し上げますので、予算にかかる全体的なご質問でお受けいたしたと思います。いかがでございましょうか。はい、どうぞ。NHK 小山です。1800万円余りということで、詳細は当然それぞれ個別あると思うんですけど、緊急追加でということで、まずなんかどういうところを方向性としてなんかやっていくための予算というか全体像。まず今回6月今日追加補正をし、全体 のオリンピック・パラリンピックの機運情勢とにつきましては、6月の初めの部分でスタートの部分で示しておりますので、それが一体になって、なおかつ自転車競技という部分の機運情勢というのは道志村山中湖、関係する団体等々ありますから、そういう部分 のいろんなやっぱ会議体というかですね、競技をする場というのをやっぱできるだけ早く作り、いずれそんなに遠からず、組織委員会の方から正式に公式公表という運びになって、正式な決定ということになりますので、それまでにいろんなことを、道路をこれからですね、もう少し、きれいにしようとかいうことも含めて、いろんなことが想定されますから、そういう準備をやはりする体制を作る、そしてやっぱり、先進事例というのも、いろいろロードレースとあるようでありますから、そういうところのやっぱりいろんな情報をですね、きちんと把握をし、やはり2年後、2年後というか、本大会ですから、来年もプリという形になりますから、それで本当に時間がないという中で対応をしなければいけないので、その準備というものにできるだけ早く着手をしたいという形で、今日の1800万円の追加補正のテストという運びにいたしました。よろしいですか。他にいかがでございましょうか。はい、どうぞ。読売新聞の内地です。こちらに事業の内容としてアドバイザーの設置やイベントの開催というふうになるんですけれども、現段階で決まっているイベントとか、あるいはアドバイザーというのはどういうことをアドバイスしてもらって、どういう立場に決まっているのか教えていただけますか。まだイベントの詳細はこれから、先ほど話したように関係する自治体や協議団体と相談をして、盛り上げが県民全体にという形にしていきたいと思っています。アドバイザーは国際大会でもご活躍をされ、本県に非常に近い存在である今中さんをお願いをするということにしたいと思います。いずれにしてもその役割分担というのはですね、今までもちろんいろんな形で準備はしてきましたけれども、本格的な準備というのは、やはり、今日の
補正予算案の提出ということと、4月4日までの機会の中でご承認をいただいて、それから本格的にその準備が始まるということでありますから、まだその前段階でありますから、後ほどの担当課長から少し細かめにもし必要であればご説明をさせますが、今のところそんな形で準備の本格化の手前に整理をしているという形でご理解いただければと思います。よろしいですか。他にいかがでしょうか。はい、どうぞ。有機ライン石垣です。今回補正予算追加ということで、現段階で具体的なコースの調整などを含めまして課題っていうのはあるんでしょうか。先ほどもお話をしましたように、コースのですね、最終的な詳細の全体像というのは今回の理事会での承認ということを踏まえて、組織委員会においてですね、関係するメインの自治体であります東京都や国際自転車競技連合と相談をして、調整の上でですね、公表するというふうに目標しています。そういう意味ではいろんな細かな部分は多分これからたくさんあるんでしょうけども、やはり受け入れ自治体としてはですね、当然通過ということではありますけども、やはりこれを通じて山梨県の前回お話しているように名力全体をですね、できるだけ多くの皆さん、海外の皆さんも当然含めてですけども発信をしたいという形で、それを通じて2020年以降の活性化というものにも、地域の活性化にもしたいということで、いろんな欲張りの部分があるかもしれませんが、これはまさに関係する2村と業界団体、そして県、そして組織委員会等々いろんな部分での調整というのをこれからたくさんあると思います。そういう意味で準備をできる体制づくりというものを今回の予算を組み立てた中で、その準備の準備を増していくということで、本格的には4月の4日の議会終了後、その前には多分いろんな部分で組織委員会が今まで関係する自治体に対していろんな情報開示をしている部分というものが通過をするということが理事会では承認になりましたが、そういう意味ではいろんな事務的な連絡調整をするですね、場というものもこれから多分出てくるというふうに認識をしています。よろしいですか。他にいかがでございましょうか。はい、それでは以上をもちまして本日の知事会見を終了させていただきます。ありがとうございました。